イゴール・トゥドールは、クロアチア・スプリット出身の元同国代表の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。現在は、エラスベローナ FC の監督を務めている。193センチメートルという、恵まれた体育で、空中戦に絶対的な自信を持つ元、クロアチア代表選手。そのヘディングは、コーナーキックの時も、 大きな威力を発揮し、ユベントス FC に所属していた2000から2001、シーズンは6得点を記録。また、2001年にはクロアチア最優秀選手に選出されている。2005年1月に a c c エナにレンタル移籍。チームに欠かせない存在となっていたが、1シーズン半の在籍を経て、2006年からユベントス FC に復帰。 2007年6月に地元ハイドクスプリットへ復帰した。しかしながら慢性的な怪我の状態から完全な回復をすることが難しく、ハイドクでも出場機会が限られた。これにより2008年7月に30歳での現役引退を表明した。2009年からはハイドクに引き続き残りアシスタントコーチを務めていた。2013年4月、 ミセ・クリスティチビッチ監督の辞任に伴い、監督に昇格した。2015年6月18日、ポック FC の監督に就任した。2016年6月18日、カルデミル・カラビュック・スポルの監督に就任した。2017年2月15日、ガラタ・サライ・ SK の監督に就任した。2017から18シーズンは、 リーグ戦十六試合で十勝に分け四敗の戦績を残し、首位のイスタンブールバシャクシセヒル FK に一ポイント差の二位に導いていたが、ベシクタシ JK 戦、さらに角下の家にマラティアスポール戦の連敗を受け、同年十二月十八日に解任された。二千十八年四月二十四日、ウディネーゼカルチョの監督に就任し、四試合の式で二勝、一分け一敗という好成績を残し、 チームを残留に導き、シーズン終了後に退任。2019年3月20日、成績不振で解任された、ダビデニコーラ監督の後任として、ウディネーゼの監督に復帰した。2019年12月23日、年明け1月より再びハイリュークスプリトの監督に就任することが発表された。2020年8月23日、 ハイデュークスプリトの監督を退任し、新監督アンドレアピルロヒキールユベントス FC のアシスタントコーチに就任した。2021年9月14日、エウゼビオディフランチェスコの公認として、エラスベローナ FC の監督に就任した。ありがとうございます。